イタリアの作曲家、ベルディのオペラ、アイーダは、1869年のスウェズ運河開通を機に作られ、2年後にカイロで初演された、古代エジプトの戦士と敵国エチオピアの王女との秘伝物語、サッカーの応援にも使われる勇壮な外旋行進曲も人気が高い。原案を書いたのは、 フランス考古学者ファラオの時代にエチオピアと戦った記録はなくナイル川中流域で栄え一時はエジプトを支配した最古の黒人国家クシュ王国が敵国のモデルと言われる世界遺産に指定された王国の首都跡が残るのがスーダンだ中世以降にイスラムの影響が強まり 1956年の独立後は民族、宗教問題が絡んで戦乱が続いた。南スーダンの独立や独裁者の失脚で平和が期待されたのもつかの間、政権内の権力闘争から武力衝突が起きた。正規軍と準軍事組織の交戦というが、いわば軍閥の勢力争いではないか。 統率が取れているのかも疑わし、各国が一斉に自国民の救出作戦に動いたのは当然だろう在留邦人とその家族らも自衛隊機で退避した日本の5倍の広大な国青ナイルと白ナイルが合流するハルツームから航海に面したポートスーダンまで陸路で800キロ超 移動は緊張を伴ったろうフランスや韓国の協力はありがたい本来ナイルの恵みで古代王国が栄えた農業大国である平和さえ取り戻せば発展も可能だろう岸田文雄首相は大型連休にエジプトなどを歴訪する恒久的な停戦や民生移行の実現に向けた国際連携も 模索してもらいたい。